ジョージ・ロイド・ジョージ・ロイドは、イギリスの作曲家。1913年コーンウォールのセント・アイブズで生まれる。アルバート・サモンズに、バイオリンの手ほどきを5年ほど受け、オーケストラのバイオリン奏者になるべく、ロンドンに上京するものの大成せず、10歳の頃より書き溜めていた作品が、ジョン・アイアランドの目に留まる。1939年、1932年に、書かれた。 公共局第一番の BBC ラジオでの放送初演が確約されたが、アイアランドは自らの弟子であるベンジャミン・ブリテンの作品を優先したため、このクワ立てはお流れとなる。戦争が始まるトロイドは海軍に従軍。しかし1942年、小戦護衛のために勤務していた駆逐艦が U ボートの攻撃を受け沈没。命は助かったものの、 極度のシェルショックを患い、除隊を余儀なくされる。除隊後は1948年まで、妻の故郷であるスイスのサナトリウムで療養生活を送る。戦後はアメリカへ渡るが、シェルショックの後遺症のため引きこもり同然の生活で、リハビリも兼ねたカーネーションとキノコの栽培で生計を立てる。その傍ら、いつ、日の目を見るかもわからない作曲は細々と続けていた。 最初の転機は、1951年に三つ目のオペラ、ジョン・ゾックマンの伝統ある、イギリス音楽祭からの作曲依頼だった。この作品の台本は、前二作のオペラ同様、前年に亡くなった父の手によるものだったが、結局採用されず、代わりに、ブリテンのビリー・バッドが上演され、この一件がまた、ロイドの精神に暗い影を落とすことになる。再び、ジョージ・ロイドの名は、 イギリス作曲会から長く忘れられることになるのだが、1977年、ロイドのその後の人生を大きく変える出来事が起こる。エドワード・ダウンズ式、BBC 農山還元楽団による、公共曲第8番の BBC ラジオ第3、チャンネルでの放送初演である。この放送終了後、BBC のオフィスの電話演奏されていた曲についての問い合わせで、パンク寸前となった。 さらに、彼の名を不動のものとしたのは、オラトリオ、ビーナスの前や祭りや、公共的ミサにつながるのだが、遺作となったのも、公共曲ではなく無伴奏合唱のためのレクイエムで、合唱曲もロイドにとって重要なジャンルである。1984年には指揮者としてもデビュー。オルバニーレコードとの CD20 数枚にも及ぶ作品集では、オーケストラ作品のすべてを指揮。 また、レコーディングだけでなく、同レーベルの公共曲全集でも共演した、オルバニー公共楽団の式台にはたびたび立ち、公共曲第11番の作曲移植も受けている。ありがとうございます。